苦手克服で悩むそこの君、もしかしてフィードバック学習してないの？苦手分野を自分で理解するのは大変です。解説を読んでも苦手すぎて理解できないことも。でも誰かに見てもらえればつまずきの原因が分かったり、つまずきに合った解説をもらえます。つまり指摘してもらえれば苦手が効率的に潰せるわけです。第三者に見てもらう、つまずきに合わせた解説を受ける、自分でも気づかない間違いを指摘してもらう、これが苦手克服の秘訣、フィードバック学習です。じゃあフィードバック学習に最適な教材といえば、そう、添削課題がありますね。何が間違っているの？何をどう対策すればいいの？もっといい解法はないの？そう思ったら添削課題を出しましょう。赤ペン先生がつまずきの原因を指摘してくれたり、改善案を丁寧に説明してくれたり、もっと効率的な別解を提示してくれたりします。つまり添削課題なら効率的にフィードバック学習ができるというわけです。頑張れ受験生。苦手克服って何からすればいいかわからないし時間もない、そんな人ほど添削課題で苦手克服をしてみましょう。添削課題は今提出すれば努力賞ポイントプラス10ポイントのキャンペーン中、7月31日までに提出しましょう。フィードバック学習について詳しく先輩に聞きたい人は志望大応援ルームにアクセス。